私は奏、タワマンで娘の音符と夫の3人で暮らしている。ママ、今日は炊き込みご飯のスイッチ入れた？あ、忘れちゃったかも。もう仕方ないな。ママのスマホ貸してくれる？私は今みたいに天然だと周りから言われるんだけど、音符がしっかり者で本当に助かっている。これでよし、家に帰る頃には炊けてるよ。ありがとう音符。これで明日パパにお弁当作れるね。相変わらず音符ちゃんは賢いのよ。ささすがね、天然記念物の奏から生まれたとは思えないわ。ラムちゃんとハルちゃんは仲良くしてもらってるママ友。音符ちゃんスマホ使えるのすごい。難しくないないさくらちゃんとリリーちゃんはラムちゃんとハルちゃんの娘、音符と仲良し。みんなで楽しく過ごしていると、音符と同じ幼稚園のリンちゃんとママであるランコさんがやってきた。あー、足が痛いわ。あ、ランコさんにリンちゃん、こんにちは。足どうかしたんですか？家から公園まで行くのが遠くって、ほら、うちって50階に住んでるじゃない。なるほど。ああ、足のマッサージでも要望かしら。スニーカーで公園に来た方が楽ですよ。スニーカーは時間に追われている階級の低い人たちが履くものよ。そんな野暮ったいのなんて絶対にごめんだわ。さっきから反論ばっかり、生意気だわね。その証に中流階級のお二人はスニーカーじゃなくてパンプスを履いてるわよ。走れるパンプスなのよさ。私のもよ、足が痛くならずにどこまでも歩けるのよね。とにかくその点かなでさんは楽でいいわね。この前5階から出てくるのを見たわよ。5階？高そうだと公園まで3秒ね。3秒だと鍵を閉めたら終了のような。いくらなんでも3秒は短すぎですって。あら、そう？生まれてこの方低階層に住んだことがないからわからないわ。私が5階から出てきたのは5階で。かなでさんってば、ダジャレでご自身の立場をごまかそうとするなんて恥ずかしいわよ。聞いてください、違うんです。ダッサいわ。ちょっと音符、あんた学校ではずっと寝てるくせに公園では起きてるんだね。公園で遊ぶことは自己肯定感を高める効果があるんだよ。自己肯定感？リンちゃんもいろんな意味で高めた方がいいよ。音符は変な言葉ばっかり使うから学校で浮いてるんだよ。人間は飛べないよ。してるよ。もうイライラする。リンちゃん、頭から血が出ちゃうよ。ちょ、うるさいな。そうだ、さっきパパにお弁当作るって言ってたけど、手作りを食べさせてるの？そうだよ。信じられない。これだから低階層の人は嫌なのよ。うちはプニラと東京のお弁当だよね、ママ。ええ、そうよ。お弁当手作り、おいしい。健康にもいいんだよ。あなたたちも音符と同じ低階層の考えなんだね。イエーイ、低層仲間。スズったら踊りが上手ね。音符の大切な友達に意地悪言わないで。そうですよ、あんまりです。低階層の母親は子供の教育ができないのね。私注意してあげただけだもん。親子揃って嫌な感じ。行きましょう、スズ。低階層のことは遊んじゃダメよ。はい、ママ。ママ、音符のせいで嫌われちゃった？そんなことないよ、音符のせいじゃないから。気にしない気にしない。数日後、ランコさんとリンちゃんがマンション前の道を横断しようとしていた時のこと。あら、超高級スポーツカーだわ。どんな方が乗っているのかしら。ワクワクドキドキ。どうぞ。窓から顔を出したのはマンションの上層階に住んでいると噂のあるイケメン、アルトくん。いや、アルトさんだったのね。お金持ちでイケメンだなんて最高。そんなアルトさんと同じタワマンに住んでる私も最高。ありがとうございます。かっこいい。決めた、私将来アルトさんのお嫁さんになる。今どきは年の差なんて関係ないわ。ランコさんたち親子は改めて最上階に住んでいることに優越感を感じたようだった。後日。聞いてよ聞いてよ、やっぱり噂があるんだから。何かしら。どうしたのよさ。かなでが同じ階に住むよその旦那と不倫してるらしいよ。なわけないのよさ。タンポポの綿毛よりもポワポワしたかなでだよ。不倫のふの字も知らないと思うわ。ねえ、
でも噂が本当かもしれないでしょ。もう奏とは付き合わない方がいいわよ。奏に限って絶対にない話よ。デマに一票。このままでは終わらせないんだから。一方小学校では、聞いてよ、すっごいニュースがあるんだよ。ニュース？聞きたい聞きたい。音符がね、うちのマンションのゴミ捨て場でゴミを漁ってたんだよ。あ、ぬいぐるみだ。幻。そうよ、音符ちゃんがゴミを漁るなんて見たことないよ。本当だよ、私嘘なんてつかないもの。どうかな。あ、音符ちゃんとは友達やめようよ。りんちゃんだけやめれば。私たちは永遠に音符ちゃんの友達だもん。なんなのこいつら、イライラするわね。こうなったらクラスメートに広めよう。ちょっとみんな、信じられないけどさ、あれ音符がゴミから漁って取ったセーターなんだよ。嘘、信じられない。気持ち悪いな。せいくん。同じ頃マンションでは、奥さんたち、カナデが不倫してるって噂を知ってる？あの清純で純粋そうなカナデさんが。人は見かけによらないって言うものね。もう、しめしめ。こうして私たちの知らないところで悪い噂が広まっていった。それから3日後、近所のママたちの様子がおかしいことに気づいたの。目が合ってもそらされるし、立ち話もしなくなった。ママ、お友達が音符と口聞いてくれない。音符まで。ほら噂の奏さんよ。不死だらな女ね。え、不死だらな女って、私のこと噂って何。ママ、私は少し外に出ただけで周りの視線を痛く感じた。外に出るのってこんなに大変だっけ。でも夕飯に音符がカレー食べたいって言ってたし、買い物に行かなきゃ。もうもう大丈夫。うん、気にしない気にしない。人の噂もどこ吹く風って言うでしょ。もうもう、それを言うなら人の噂も七十五日だよ。母親の私がこんなに暗くなってどうするのよ。よし、家族のために頑張るのよ。マウント取るのもいいけれど、こうやって奏たちを苦しめるのも悪くないわね。いいえ、むしろ快感だわ。えいえい、あー。翌日、子供たちが学校へ行った後、はるちゃんの家でママだけのお茶会をした。ねえ、最近蘭子さんの様子が怪しいのよ。さん知ってるわ、こそこそしてる感じがするのよね。あの、二人に相談があるの。うん、実はここ2、3日外を歩いていると視線が痛くて、それと音符がクラスで無視されているみたいだし、私が不倫してるという噂も。確かに私たちにも言ってきたわよね。うん、でもそんな馬鹿げた話を信じるわけないのよ。さん、ラムちゃん、ハルちゃん、さくらが音符ちゃんのことはリリーちゃんと一緒に守ってるって言ってたのよ。さ、だから音符ちゃんのことあまり気にしないで。まあこのまま特に危害を加えてこないなら放っておいてもいいんだけどね。私たちは別に何にも変わらないのよ。さ、そうよ。二人ともありがとう。じゃあ気を取り直して、ここのプリンすごく美味しいのよ。いただきます。かなで、あれま、やだ、私ったらつい茶碗蒸しの気分になっちゃった。もう奏ったら。二人のおかげで私の曇っていた心がちょっとだけ晴れた。だけど数日後、学校で大変なことが起こってしまった。ママがクラスのみんなにって。かわいい、りんちゃんありがとう。はい、さくらちゃんとリリーちゃんもね。ありがとう。真っ赤なリボン。りんちゃん、音符ちゃん、ないない、音符ちゃんにあげてないよ。音符になんかあげるわけないじゃん。え、ひどい、一人だけないない。だってママが音符にはいらないからって買ってないもん。あ、それとこれ持ってない子は一緒に遊びないんだよ。そんな、じゃあ私もいらない。リリーもいらない、ない、返せ。音符ちゃん、向こうで3人で遊ぼう。うん。
その日、音符はとても落ち込んで帰ってきた。ただいま。おかえり。音符？今日学校でリンちゃんにのけ者にされたの？は？ヘアアクセ配ってたけど、音符にだけなかったんだ。しかも、それがないと一緒に遊べないって。悲しかったね、音符。ママのせいで悲しい思いさせてごめんね。いっぱい傷つけてごめんね。私だけならどれだけ傷ついてもいいけれど、音符にまで嫌なことするなんて。私はこの時に何とかしようと心に決めた。そしてその日はとうとうやってきた。すごいごちそうね。おいしそう。ねえ、蘭子さん、今日のりんちゃんの誕生日会、奏も誘うって言ってなかった？音符ちゃんも来てない。奏に確認すればよかったのよ。さ、体調が悪いって言ってたような気がする。さあ皆さん楽しみましょうね。偉そうな貧乏人もいないことだし、邪魔者がいなくてせいせいするわ。あら、誰かしら。皆さんお揃いかと思いましたのに。はい、今行きます。は、奏？あんた呼んでないわよ。帰ってよ貧乏人。ったく、こんなところで食事しようなんて卑しいわよ。あ、いえ、お食事だったんですか？別の用事があって。ママにイジュールばかり言わないで。おばさん、ママに謝って。音符、落ち着いて。本当に生意気な子ね。だからお友達がいなくなるのよ。やだわ、気性が荒くて怖い。怒った顔も親に似てぶっさいくね。さあ帰りな。あ、奏、今来たの？よかったわ。ちょうどよかったね。さ、音符ちゃんもおいでよ。あの、私は。およ。まあ、ちょっと。え、呼んだって言ってたわよね。体調が悪くないならいいじゃない。まさか呼んだって嘘ついたわけじゃないのよ。さ、え、まあいいけれども。そうね、ちょうどいいわ。くそ、余計なところに現れて。まあでもこれでみんなの前で恥をかかせるチャンスだわ。蘭子さん、向こうで話があるのですが。何よ、みんなに言えないことなんてあるのかしら。ここでいいわよ。いいのかな。じゃあ、実は家賃をいただきたくてお伺いしました。はあ、なんで奏がそんなこと。ボケたこと言ってんじゃないわよ。いえ、私の主人がここと隣のマンションのオーナーをしていて、私がたまにジムもしているんです。そう。というか、一括購入って言ってなかったかしら。一括だったと思うよね。旦那が言ってたような気がしなくもないような。契約書見せれば解決されるのよ。さ、今は契約書が手元になくて。家賃が手渡し？お金持ちって言ってなかった？何よ、手渡しても払ってるんだからいいでしょ。ここは私の家なのよ。誰にも文句は言わせないわ。そうよ、ママは高いところが苦手なのにここに住むために頑張ったのよ。高所恐怖症？タワマンに住むのが子供の頃からの夢で、克服するために登山に何度も行ったわ。ようやく頂点に立つことができたんだから。上に立つ人間は下界の者どもを見下して当然よ。どういう理論？そろそろ入ってもいいでしょうか。あ、シェフ。シェフ、どうぞ。ありがとう、音符お嬢様。お嬢様？さっき廊下でちょうど音符お嬢様に会って。奏様、いつもアルト様にはお世話になっております。いえ、こちらこそ。いつも素晴らしい料理をありがとうございます。はあ？奏のご主人はアルトさんなのよ。何度か会ったことあるでしょ。待って、だってアルトさんって、奏は5階に住んでるんじゃなかったの？私たちが実際に暮らしているのは隣のマンションの99階なんですよ。99階？しかもお隣って超セレブしか住めないって噂の？ええ、ここの5階は音符のラボとして使っている部屋なんです。ラボ？つまりただの実験室ってわけ？実験？今は物理学の研究をしてて、広いスペースが欲しかったんだ。物理学って何？小学生レベルじゃないことは確かね。
旦那はアルトさんでタワマンの最上階99階に住んでて、娘は天才で完全に負けた。結局蘭子さんたちは家賃が払い切れずに引っ越していった。そして旦那さんが商社マンというのは真っ赤な嘘。本当は普通のサラリーマンで、蘭子さんは密かに内職をして必死にタワマンに住んでいたのだ。羨ましかったのよ。私たちはというと平穏な日常を取り戻した。音符から頼まれていたものだよ。パリのお店でようやく見つけたんだ。パパありがとう。大好きだよ。さくらちゃんとリリーちゃんに渡してこうよ。おーい、さくらちゃん、リリーちゃん。もうすぐ甘やかすんだから。可愛い娘の願いだからね。よし、俺の華麗なボールさばきを見せてやるとするか。今日はママの休息日だね。ゆったりまったりも必要なのよさ。とことんおしゃべりしちゃいましょう。パパ、パパちゃんすごいすごい。お友達はお金持ちかどうかよりお互いが大切と思えるかが一番大事だって、音符にも伝えていきたいな。リリーです。さくら、動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。あんなにわかりやすく音符ちゃんをのけものにするなんてひどかったわよね。ちゃんと謝ったら許してあげたいな。わかったわ。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援してちょうだい。また会いましょう。